皆さんこんにちは、パープル編集部のなっさんです。今回はですね、橿原市にございます、ラーメン屋さんさくらさんに、来させていただいてます。店長の松田さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速さくらさんに関してちょっとご存じない方もおられると思うので、はい、お店は今何年目なんでしょうか。今9年目になります。9年目です、はい、他にもお店はありますよね、さくらさん以外にも、はい、奈良の花山、田原本の花山 Z さんですね、はい、今はこの桜さんの店で3店舗経営されているということで、そうですね、はい、で、まあ、桜さんといえば鯛出汁が有名だと思うんですけれども、鯛出汁をされる、はい、まあ、初めて理由って何なんですか。まあ何かね、あまり馴染みのない、はい、出汁の素材を探してて、それで、まあ、鯛干しっていうのがありまして、でやってみたらとても美味しかったので、はい、始めました。松田さんは奈良県ご出身なんですか。そうです、奈良市です。そうなんですね、元々ね、はい、なるほど。じゃあなんか結構海となんか由来があるのかなと思ったら別にそうじゃなかったんですね。なるほど、はい、いや、じゃあ早速、うん、期間限定で出されてる、今回は鯛だしつけそばをちょっといただきたいと思うんですけれども、食べ方を教えていただいていいですか。はい、いろいろあるんですけれども、うん、はい、食べたらいいですか。ね、はい、もみのりが一番上に乗ってるんですけど、はいはい、食べにくいので、はい、まずもみのりをつけ汁の中へ、はいはい、失礼します。はい、まあ、あとはもうお好みで、はい、お好みで生卵と、はい、ラー油と、はい、レモンが添えておりますので、はいはい、好きなように食べていただければ。わかりました。じゃあ好きなように、はい、私はもう全部混ぜ混ぜすることが好きなのでちょっとすいません、隠して卵、あ、中に入れちゃっていいですか。あ、どうぞ、はい、はい、生卵入れました、はい、で、あ、ラー油はね、もう少し入ってるので、はい、あ、本当ですか。足りないようだったら入れてください。なるほど、はい、じゃあちょっとまずはこれで卵を、ね、はい、入れた状態ちょっといただきます。これお蕎麦はだいぶ細麺、ね、はい、そうですね、細麺ですね、まあ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 細麺ですね、はい、ではちょっといただきます。あ、とてもあっさりです、うん、あっさりしてるけど、うん、やっぱりラー油のちょっと後でピリッとした感じが、はい、アクセントになってすごい美味しいです。もちろんこのつけ汁も鯛だし、うん、そうですね、ですよね、はい、ちょっと卵とそしたら絡めていただきます、はい、あ、美味しそう。またやっぱりちょっとまろやかというか、卵をつけると美味しいです。レモンもこのまま入れたらいいですか。はい、そうですね、ちょっと入れて、はい、はい、いや、まあ少し爽やかに、なりますね。なるほど、麺の粉の配合って、はい、ちょっと変えてるんですか。ね、この麺は作ってもらってるんですよ。はい、まあ、そば粉自体はそんなにたくさんは入ってないですね、はい、この麺を細くしたのはうちの商品のスタンダードな麺が太麺なので。そうですよね。で、まあ細いものを、まあ、選んだんですけど、はい、ちょっとそしたらラー油を足していただきます。どんどん味が変化していて、どの味も楽しんでもらえるようなつけ麺です。つけそばですね。そうです、美味しいです。ちょっと最後までいただきたいんですけれども、はい、このつけそばは、はい、提供期間は期間限定ですか。通年しようと思ってます。あ、通年ですね、はい、もう冷たい麺に冷たいつけ汁もつけて、はい、そうですね、
はいはい、で今回私は冷たい麺に冷たい漬け汁をもらったんですけれども、冷たい麺に温かい漬け汁も、はい、ございますので、はい、ぜひぜひあのどちらか選んでいただいて楽しんでいただければと思います、はい、じゃあちょっと最後に増田さんからさくらさんの宣伝の方を、はい、あの見ておられる方によろしくお願いします。はい、まあ、タイだしラーメンとつけ麺を提供してるんですけど、そうですね、余計なもんはあまり入れずにシンプルに、出汁の味を楽しんでいただけるように作っております、はい、安心して食べていただけるので、ぜひまたご来店ください。ではぜひぜひ夏にぴったりのつけそば、はい、さくらさんでご賞味ください。では皆さんさよなら。